吉田太郎です。太郎チャンネルです。はい、どうも太郎です。今日はですね、ドラマーさんいらっしゃいという企画にですねお邪魔しておりますよ。はい、一休さんと白里秀一さんです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。新年早々に読んでいただいてね、本当にもう出ていただいてありがとうございます。いやいや、ね、きっかけは何だったんですか、この企画を思いついたきっかけは。それはですね、ちょっとね、あれですね、7月ぐらいから配信ライブやってたんですよ、友達と。そのサンフォニックスさんっていう音響会社で、はははで、まあ、まあ10月ぐらいで、まあ、みんなねちょこちょこと仕事も増えてきたし、また戻ってきたし、一回幕を閉じたんですけど、文化庁の、ね、追加申請みたいな、はいはいはい、あれでね、結構その文化庁のお金で結構参加してくれたミュージシャンとかアーティストにこうギャラをね少なからずお支払いしてたんですけど、追加ができると。あーはーはー。で、あ、じゃあもうちょっとなんかやっちゃおうかなと思って、あのチャド・スミスとかテリー・ゴジョーがほら、はい、ドラマーを集めて、あ、なんかそういうドラムチャンネルとか、はい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 、ああいうの、うんうん、ドラムチャンネル、ね、あれやったらいいかと思って、お、急にビビッと来た、ビビッと来て、うん、ここの店は、まあ、ずっとお世話になってるので、しゅうちゃんにすぐ一緒にやんないって言ったら、やりましょうみたいな。おー、早い話が。で、次の日の朝に店のマスターに電話して、いいですよって言って。なるほど、そういうきっかけだったんですね。はい、そうですね。まあ、あの本当にね、突然僕にダイレクトメールを、そうですね、送ってきたことから始まったじゃないですか。そうですよ、もう同世代だけでなんかわちゃわちゃしてても、うん、なんか知り合いだけでやっててもなんか、まあ、それもいいけど、うん、あのちょっと先輩とかで一緒にやってくれる人いないかなと思った時にですね、やっぱりこの太郎さんのことを思い出しまして、あ、いやいや出てくれないかな、どうしようかな、ドキマキドキマキってちょっとハイボールグイーって飲んで知ってるよみたいな言ってみます。なるほどね、思いのおかしかも俺の返信が早かったすぐに、あ、いいっすよマジっすかみたいな。いやいやいや、でもね、ほんとね、あのなんか美味しいものは熱いうちにじゃないですけど、そういう感覚がね、いやもうおかげでもう本当にあの太郎さんが出てくれるおかげで、ただこの2人が集まってやってると、ね、共通の知り合いはまたふざけたことただやってるだけなんでしょっていうのが、うん、やっぱり格が箔がつくというか。ああ、いやいや、もうそんな言っていただいたらありがたいですね。さっきちょっとねリハもやりましたけども、ね、ただ一人の観客になってましたからね演奏しながらも感じるね。おーおーおーって音がつえ。全然食べても大丈夫です。全然どうぞ。すごいっすね。クリアっすね。音がこっちいいから叩き心地がめり込む感じ。めっちゃ天敵でしょ。すげえ。ピッコロいい音しますね、この。いやてか、こっち聞いててめっちゃいい。最高っす。最高っす。いやでもなかなかね、このツインドラムをやるっていうこともね、うん、僕もあんまりさないので、やっぱ今はね、あのすごい楽しかったですわ、ね、まあまあ本番これからですけど、もう一仕事終えたぐらいな。何回ぐらいやるとかっていうのがあるんですか。一応5回予定をしてて、なるほど。で太郎さんでシャープ
2月なんですけどね。今後誰を呼びたいとかあるんですか。一応決まってるんですけど。ああもう決まった。それはここでは言えないってこと。一人は決まってて、次回がですね、次回は石井雄也くんとやミサのドラムですね。彼は、そうなんですか。彼はただの専門学校の後輩なので。ああそうなんだの。ただのお前出るだろうって言って、はいっつって。この辺はね、まあでもやっぱなんかその一休さんの人柄もあるんですよね。そうなんですよね。いつもいい誘いをしてくれる。いやでも本当お二人とこうやってね僕も今日繋がれたんでこれからもなんかこういろいろ面白いことしたいなって思ってぜひと思ってますね。ね、ただただ俺らが観客になる日がね。何で一緒にやりましょう。一応これアーカイブがあるんじゃない、はい、ありますね。はい、ね、1週間分残りますので、はい、じゃあそちらの方もよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。初仕事とか。ああなるほど、はい、プロになったきっかけはね、多分19ぐらいの時かな、はい、19ぐらいの時にまあドラマずっとやってて初ツアーに出たのが19歳ぐらい。早いですね。大野舞さんです。お願いします。こうリズムでちゃんとこうやるように、うん、素晴らしい。はい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 、これがうるさいって。アルフィーのサポートに入られて何年ぐらいですか。今年で本当は15年か6年ぐらいになったんですよ。あ、今年かそう、うん、あと毎年 40、50 本ありますよね。60本ぐらいやってますので、春と秋に30本ずつぐらいやってるから3時間ですよね。3時間超えですね。基本が3時間からだから3時間超えるっていう。うわことが多いですね。でももう明らかにね、10年前って自分今の自分比べるともう圧倒的に今の方がパワーがついてるから、あと力抜けてるかってのあるけど、全く疲れなくなった。